クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。豊島義男、タヌキのお祭り。昔、ある村の外れに八幡様のお宮がありまして、お宮の周りは小さな森になっていました。秋の大変月のいい晩でした。その八幡様の前を鉄砲を持った二人の男が通りかかりました。次郎七に五郎八という村の漁師はその日遠くまで漁に行ったのですが、その日は一匹も獲物がありませんでした。ああ、今日は全く取れねえな。本当に。まあそういう日もあるさ。あれ、どうした？ほら、あそこ八幡様の無垢の木の上、タヌキが腹包み打ったら。上を見ると一本の大きな枝の上にタヌキがちょこなんと後ろ足で座って、丸いお月様を眺めながら大きな腹を前足で叩いているのです。ポンポコポンポコポンポコポン、ポンポコポンポコポンポコポン。おいおい、このまま戻るのも悔しいから、あのタヌキでも撃ってやろうじゃないか。ああ、そうだね。タヌキの皮は高いから、かわいそうだが撃ち取ってやろう。ところがその話が聞こえたのでしょう。タヌキは腹包みをやめて、じろりと二人の方を見下ろしました。そしておかしな手つきを、いや、タヌキですから足つきというのでしょうが、それをしますと急にタヌキの姿が見えなくなって、後には無垢の木の頑丈な枝が月の明るい空に黒く浮き出してる霧でした。タヌキはどこへ行ったんだ？くそ、逃げられたか。しょうがない、帰るか。あれ、あそこにいるのはさっきのタヌキじゃないか？おお、本当だ。のんきに二本足で踊ってやがる。しかもなんだかこちらに手招きしてるように見えなくも。いや、これは仏のお導き。行くぞ。1、2、3。やったか。ああ、外れだ。岩に当たってる。ちくしょう、タヌキめ、次は見てろよ。絶対に仕留めてやる。翌日、二人は八幡様の小さな森に出かけて、タヌキの巣を探し回りました。しかしそれらしいのはどこにも見当たりませんでした。けれども晩にはまた出てくるかもしれないと思って、月が出るのを待って再び行ってみると。今夜こそあのタヌキに目に物を見せてやる。それにしてもムクドリがいっぱいだね。タヌキの来る前にあいつらでも撃ち落としてやれ。銃声を聞いても逃げないなんて、晩だから目が見えないのかな。きっと眠ってるんだろうさ。それよりさっさと他の鳥たちも片付けるぞ。それから二人はムクドリを片っ端から撃ち落としました。20羽余りもいたムクドリをすっかり撃ち落としてしまい、それを二人で分けて喜んで帰って行きました。蹴ったぞ。タヌキは取れなかったが、ほら、こんなにムクドリが。なんで笑うんだい？だっておかしいじゃありませんか。ムクドリだなんて言って、ほら。あれ、これも、それも、全部、葉っぱ？おい、やられた！あのタヌキ、どこまでもバカにしやがって！二人は翌晩も八幡様の森へ出かけました。今夜もムクドリだけか。こうなれやけだ。全部撃ち落としてやれ。あれ、
全然当たんないぞ。どうなってやがる。クソクソ。二人の玉はどうしても当たりません。よく見ると今までムクノリが止まっていると思った枝にはわずかなムクの葉が明るい月の光を受けてあざけり顔にキラキラ光っていました。ちくしょう、また化かされた。こうなったらご隠居に相談しよう。というわけなんです。どうでしょうかご隠居、なんとかそのタヌキをやっつけられませんかね。それはなかなか面白いタヌキだな。面白いどころじゃございません。じゃあ一つわしがそれを生け取ってあげよう。その代わり生け取ったら手荒なことをしないで万事わしに任せてくれるかね。その晩、月が出るのを待って三人は八幡様へ出かけました。ちくしょう、今晩は何も嫌がらねえ。まあ待っていなさい、今に面白いことになるから。それ木の葉が小鳥になった。おお、いきなり鳥があんなに。よしよし、それタヌキが姿を現した。で、出たそれタヌキが腹包みを打ち出した。一体どうなってるんですかい。タヌキは何でも人の言う通りになると聞いていたが、なるほど本当だな。お前さんたちはあべこべに向こうの言う通りになるから化かされるのだ。まあ見ていなさい、今にタヌキが死んだふりをして落ちてくるから、そうしたら縛り上げるがよい。それタヌキが死んで落っこった。すると今まで腹包みを打っていたタヌキがにわかに死んだ真似をしてムクの木から落ちてきました。ジロ七とゴロ八はすぐに駆け寄り縄で縛り上げてしまいました。さてなんでこの二人を化かしたか、その訳を言ってごらん。ご隠居はタヌキの縄をほどいてやると、タヌキは一つお辞儀をしてトンボ返りをしたかと思うと、おばあさんの姿になって話し始めました。どうも悪うございましたけれども、元はこの人たちの方がいけないのです。私が月に浮かれて腹包みを打ってるといきなり鉄砲で撃とうとしましたから、つい何度もしつこく化かしたのはすみません。どうかどうか助けてくださいませ。お前がそう言うならこの二人と仲直りをさせてやってもいい。けれどもそれには何か手柄をしなければいけない。三日やるからその間に良いことをして私の家へ来なさい。そしたらこの二人と仲直りをさせてあげよう。もし約束をたがえたら村中の者でタヌキ狩りをするからよく覚えていなさい。タヌキのおばあさんはお礼を言いながら三日のうちに良いことをしてくると約束して森の中に入ってしまいました。ほれ何をしておるお前たち、さっさと帰るぞ。はい。何が起こったんだ。八幡様のお宮が見違えるように綺麗になっている。まさかこれがタヌキの良いこと。その翌日から不思議なことが八幡様に起こりました。今まで荒れ果てていたお宮の中がきれいに掃除され、お宮の周りの森も草が抜かれ、立派な道までできて、まるで公園のようになりました。さらに朝と晩には
神殿の前にお灯明が挙げられましたが、しかし誰がそれをしたのか分かりません。村の人たちは非常に不思議がありましたが、ご隠居ばかりがニコニコ笑いながらその話を聞いていました。そして3日目の夕方、一人のおばあさんがご隠居の家を訪ねてきました。タヌキさん、あなたは本当に良いことをしてくださいました。これからも末永く村の人たちと親しくしてくださいな。これをきっかけに村人とタヌキはすっかり打ち解けてしまいました。それからは八幡様が村人の遊び場所となり、昼間皆が田んぼに出ますと、その間タヌキが子供たちの世話をしてくれて、もしタヌキにあだなすような獣が来ますと、ジロ七とゴロ八とが鉄砲で打ち取りました。そして毎年1回、秋の月のいい晩に村中の人が八幡様に集まりまして、酒盛りを開きました。それをタヌキのお祭りといい、男も女も子供も大勢の子タヌキや孫タヌキと一緒に踊り騒ぎました。ポンポコポン、ポンポコポンポコポンポコポン、ポンポコポンポコポンポコポン。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。